おはようございます。 C チャンネルです。今日は、お尻のトレーニングをやっていきたいと思います。もう日課にしちゃってるんで、トレーニングを。なのでみんなも一緒にこれ見てやってみてください。超簡単だからね。あとお水もみんな、こまめに水分取りながらやってください。じゃあレッツポー。はい、じゃあ今日は簡単なやり方しか説明しないんだけど、お尻を鍛えていくんだけど、まず右でも左でもどっちでもいいんだけど、じゃあ左足を先に前に出したら、右足をこう斜めにね、斜め後ろの方にこうスクワット、片足スクワットしていくだけなんだけど、出している足のお尻に効いてきます。横だとこんな感じだね。この動作を最初は30回とかでもいいと思うんだけど、はい、回数を決めてやっていきます。後ろだとこうだね。じゃあ反転してるから、じゃあ右足をこう前に出したら、左足を後ろこうクロスさせる感じだね。でお尻のここを意識してやります。だからきついって思った回数プラス5とかプラス10でやると、すごい次の日ね、プルプルに筋肉痛になります。これを私は今頑張って50回できる時やってるんですけど、これもねすごいお尻が上がるからおすすめです。はい、みんなお家でも全然タクトレできるんで、一緒にやっていきましょうって感じかな。今日はこんな感じで私の尻トレーニングの方法でした。また見てね。ぽいぽい。